昨日よりいい暮らしを。どうもマサックです。しばらくアロハチャンネルになってますが、今回もハワイの動画をお伝えしようと思います。先日妻と5泊7日のハワイの新婚旅行という体でハワイに行ってまいりまして、まあ、そちら動画の別の動画で上げているんですが、5泊7日で一体いくらかかったんですか？っていう話をね、結構知り合いからもいただいたりするので、この動画では5泊7日で2人新婚夫婦で総額いくらかかったのかっていうところをね、ざっくりご紹介しようと思いますんで、これから先にハワイに興味があるとか行こうと思っている人にとって参考になれば幸いでございます。それでは行きましょう。結論から言っちゃうよ。62万円ぐらい。正確にはね、62万4512円。正確とか言ってるけど、ざっくりとした計算で合計したので、ぴったりかどうかわかんないですけど、およそ60万。多く見積もって65万ぐらい。なので、一人当たり、まあ、30万ちょっとかかりましたっていうところで、思った以上にお安く感じたかな、個人的には。すごい円安言われてる中だったから、100万ぐらいいくんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、想像以上に安く済んだっていう話です。内訳をね、これからお伝えしていこうかなと思います。まず、自分たちのその家族構成というか、ハワイに行った際の、まあ、どういう感じで行ったかっていうのをちょっとお話しすると、行った人数としては2人、自分と妻2人で行きました。ハネムーンというか新婚旅行の体で行きましたけれども、だからといってあっちで挙式を挙げるとか、あっちでなんかこうウェディングフォトを撮りましょうみたいな、なんか頼んでね、なんかそういうプランとかツアーとかっていうのは一切やっておらず、もうシンプルにハネムーンだけど、もう普通の旅行みたいな形で楽しんで行きました。で、当時のレートで言うと多分1ドル140円台後半ぐらいなので、まあかなり円安に寄ってるかなっていう状況で行きましたね。で、ツアーとかの申し込みとかはしていないですね。全部個人で手配しました。まあ、ホテルもその3つ点々と、コンドミニアム挟んで点々としたかったし、部屋も指定したかったっていうのもあったりとか、航空会社も LCC じゃなく普通に JAL で頼んだんですけれども、なんかそういったそこも時間とかもね、ある程度決めたりとかを、まあ、自由にしたかったので、全部それは個人で頼みましたね。で、ハワイのお金どれぐらい出すかとかっていうところなんですけれども、一応まあ、新婚旅行で、まあ、ハネムーンということなんで、なんか贅沢するところは贅沢して、で、別になんかここはなんかこんな高いお金払ってなんかやるもんじゃなくないみたいなところとかは別に閉めてって感じかな。だから旅行先ハワイですごい節約倹約していきましょうみたいな、節約しまくった上で楽しみましょうっていうマインドでもないし、かといってむちゃくちゃお金もなんか何でもいいからとにかくもうお金払ってなんか楽しんじゃうみたいな、一番いいのとにかく一番いい料理、一番高いレストランとか、そういうつもりでも全くなかったので、本当お金はそんなに気にせず伸び伸び楽しめるような感覚で行きましたね。じゃあ内訳、まあ、どんな感じかっていうと、大きくかかったところから言っていこうかな。まあ、まず一つは飛行機代ですよね。はい、航空券の飛行機の料金が2人で23万円ぐらいにかかりました。なので1人当たり11万5千円ぐらいで済んだかなっていうところですね。往復代ですね。はい、往復2人で23万円ぐらいで乗ったのが、まあ、日本航空 JAL の飛行機で、もうちょっと安く済ませて、あの LCC とかのね、飛行機もあったりしたんですけれども、 LCC の場合確か自分たちがその行きたい日は成田発の方であって、ちょっと羽田の方がやっぱり距離的にもね近かったので、 LCC っていう選択肢はちょっとなくしたっていう感じですね。まあ、1、2万円ぐらい確か安かったんだけれども、まあ、そのぐらいのお金だったら別にわざわざ成田の方行って、しかもなんか夕方ぐらいに日本を出発して向こうの夜に着くみたいな感じだったんで、ちょっと時差とかでも苦しみそうだな、ちょっと疲れそうだなとかっていうのもいろいろ考えた上で JAL の飛行機にして、日本の夜9時ぐらいに出発して向こうの朝8時ぐらいに着くような便で行きましたね。時差とか疲れとか当然あったんだけれども、まあ日本の夜に立ってハワイのあっちの朝に着くっていう感じで、ね、まあ一日こうまたいだみたいな感じで、まあ、うまく脳をね騙せたかなっていう形だったんで、そんなに時差ボケとか移動での疲れっていうのはむちゃくちゃあったっていうわけではないんだけど、まあまあ初日はすごく疲れはしたんだけれども、まあそういった形で飛行機のを選びましたね。なのでまあ LCC とかだともっと安く済ませるかなと思います。で、次に料金かかったのが、まあ、やっぱホテル代になってきますね。ホテルこの5泊7日のうちに3つ泊まりました。妻がね可愛いところにちょっと一個泊まりたいっていうのもあったのと、一回まあちょっとここは費用削ってというか、あのコンドミニアム、まあ選びみたいな感じですよね。コンドミニアムとかでかなりいい良さげなところがあったので、そこもちょっと泊まってみようみたいな形で、で最後はあのオーシャンフロントって言ってこうね、ベランダというかラナイっていうところからガラガラって開けるともうビーチがバーンって見えるような、まあそういったちょっとそこは最後贅沢2泊ぐらいしようかみたいな形で選びました。1泊目はホワイトサンズホテルっていうホテルで、まあ、すごく可愛いんですよ。
これがまたね、あの初日の動画出てるんで、まあ、ぜひ見てほしいんですけれども、いわゆるオールドハワイアンスタイルっていうのかな、なんか昔ながらのハワイをちょっとイメージしたこう作りになっていて、ホテルのカラーもなんかオレンジを基調とした形で、でなんかこう囲うようにホテルが立っていて、真ん中にプールがあってっていうような感じで、すごく可愛くてこじんまりとしたホテルなんだけど、すごく可愛くておしゃれでね、すごく良かったですね。はい、もう一泊してもよかったかなと思いましたね。それが一泊当時3万4000円ぐらいだったんで、まあ一人当たり1万7000円ぐらいかかりました。で、2泊目3泊目がストーンアットザワイキキバニアンっていうホテルだったかな、確か。まあホテルというか、これがコンドミニアムに一応当たるのかなっていうところですね。もうほぼホテルみたいな感じだったんですけれども、ここは2泊して、これが6万7000円ぐらいでしたね。はい、一人当たり3万3000円、まあ2泊分なんでね。なのでまあ1泊1万7000円ぐらいで泊まれちゃうっていう形ですかね。まあ、ここもすごく良くて、まあオーシャンビューのところだったんですね。30何階建てとかのうち、まあ、22階ぐらいのところに泊まって、扉開けると建物の間にこうちょっとワイキキビーチが見えるというような感じだったんですけど、まあそれでもすごくね綺麗で結構良かったですね。でちゃんとリビングと寝室分かれてて、風呂も一応湯船があったんで、まあ湯船浸かりたいなっていう人は湯船ねお湯を張っても、ね、いいんじゃないかなと思います。まあ、ただ2泊目した時に緊急火災警報みたいなのがね、なんか誰か間違っておっしゃって、それでものすごい怖い朝の目覚めを体験したんですけれども、まあそれもね動画に載ってるんでぜひ見てほしいんですが、まあそういった経験もあってちょっと個人的にはすごく嫌な思いはしたんだけど、コンドミニアムとしては過ごしやすかったなと思います。で最後の2泊がモアナサーフライダーっていうね、まあハワイのなんか貴婦人みたいな呼び名があるホテルで、まあ、そこはもうワイキキビーチにも面した場所で、でしかもオーシャンフロント、もうガラガラっと開ければもう海ドーンみたいなね、そういったところに泊まりました。こちらも動画に載せてるんでぜひ見てください。ほんとすごく良かったっす。さすがにねめちゃめちゃ良かっただけに、値段もまあちょっと高くなって、2泊したのが合計がまあ1188ドルだったので17万円ぐらいかかりましたね。2泊で17万円なんで、まあ1人当たり4万円ぐらいはかかったかなって感じですね。まあ日本でちょっとこういい温泉旅館、結構高級な温泉旅館で一泊するみたいな感じに近いかな、値段の感覚で言うと。まあまあでもその3つのホテルの中ではやっぱ当然一番高いホテルではありましたね。まあただ朝食とかもついてきて、まあついてきてっていうか、これは楽天トラベルで確かあのモアナサーフライダーは予約したんだけれども、その時のお金と現地で支払いする時に1万円ぐらいプラスされてたんでね、それなんだろうと思ったら、どうやらなんかその観光税みたいなホテル税とか忘れちゃったけど、なんかでこうプラス1万円ぐらい加算されてしまうと。ただその1万円がある代わりにっていうか、なんかこう朝食付きみたいな感じだったんですよ。モアナの朝食といえば、そのザ・ベランダっていうそのモアナのホテル内にあるすごくおしゃれでバニアンツリーというでっかい木がね真ん中にそびえ立つ、そこで有名で人気な、なんかこう朝食できるところあるんですけれども、まあそれが無料でほぼほぼ使えるということなんで、まあビュッフェで1万ちょっとだったんで、まあ、それで相殺できるからどうだみたいな感じに言われて、結局まあそれでね朝ごはん食べれたんでよかったかなとは思いますけれども、ちょっとやっぱりそのホテルに関しては個人で例えば予約した時はなんかそういうちょっとした値段の差っていうのはもしかしたらあるかもしれないんで、そこは注意が必要かなと感じましたね。でまあホテル代を合計するとまあ28万円ぐらいになったんですね。はい、なので1人当たり14万円ぐらいで、航空券合わせるともうこの時点で51万円ぐらいかかったんで、1人当たりだと、25万円ぐらいですね。はい、25万か26万ぐらいかかったっていう感じになりますね。まあだいたい半分以上というかね、もうほぼホテルの宿泊費と航空券で、お金がかかりました。あ、一応あの海外保険もね入っておきまして、海外保険がまあその期間だけで1万円、1人、2人で1万円っていう感じでしたね。まあ海外保険はねやっぱり入っておいた方がいいですね。クレジットカードで自動付帯してるあの海外保険のもあるんですけれども、やっぱりその保険の適用の金額っていうのがちょっと少なかったりするし、ハワイはアメリカなので、万が一あっちでねハワイで怪我してなんか治療病院で治療しましたってなると、まあ、ものすごく高額な請求が来ると。で場合によってはそのクレカの自動付帯の金額を上限を上回ってしまう可能性とかあったりするので、ハワイに行く際はなおさらね海外保険は入っておいた方がいいと思います。5年前に自分タイのプーケットに行って、でそこからフェリーでピピ島っていうねすごい南国のリゾート地の中島に行ったんですけれども、まあそこでもちょっとトラブルあって病院に行く機会があって治療してもらう機会があって、まあその時も多分結構高額な料金かかったと思うんですけれども、海外保険入っていたので、まあおかげさまでなんとかそこの金額は解消できたっていうのもあるんで、まあ必ず入っておいた方がいいかなと思うかな。でまあ次にかかったものとしましては、わかりやすく言うとウーバーとかそういった交通費
費にかかるかな。まあ、交通費はね、ちょっと細かすぎて、内訳区切るの難しかったんだけど、例えば、ウーバーとかだと、空港着いて、空港からワイキキエリアに行くときとかで使ったりとか、クザーフックっていう美味しいポッケが売ってるお店があるんですけど、ワイキキエリアからそこまでが、ちょっとこう、車の方が、ウーバーの方が結構距離簡単に移動できるんで、まあ、そういったところで使ったりとか、まあ、ちょくちょく使っていましたね。で、ウーバーだと5回ぐらい使ったのかな、それで2万6000円ぐらいかかりましたね。1人当たり1万3000円ぐらいかかりました。まあ、チップとか含めてるね、これぐらいの金額になりますよってことですね。あとは基本的な移動としては、シェアサイクルのビキっていうね、自転車と、それは1回30分までしか使えなくて5ドルかかるっていう。それを結構頻繁に使ってたのと、あとはそのザバスっていう市営のバスですね。それが3ドルでいろんなとこまで行けるので、このシバスとそのビキを使って結構うまく移動してたっていうのはありますね。で、大きな移動に関してはもうウーバーに任せちゃおうみたいな感じで使ってました。で、最後にかかったのがやっぱりまあ食費になってきますね。コンドミニアム借りてたんで自炊とかそういうのもありかなと思ってたんですけど、結局自炊は一度もせず、基本的には高級レストランというよりかはハワイのご当地でやってる小さなレストランとか B 級グルメ的なハンバーガー屋さんとか、あとそのスーパー行ってこうテイクアウトしてみたりとか、でテイクアウトしてちょっと腹っぱで食べてみたりとかね、 BJ 食べてみたりとか、そういうテイクアウト系とかのねご飯とか食べてました。基本的にまあそれも動画見ていただければすごくわかるんですけれども、人気のアサイーボール屋さん行ってみたりとか、ロコモコとか、あとはハンバーガー食べてみたりとか、あとシーシャックだっけな、なんかステーキライス屋さんとかね、そういったとこ行ってみたりとかして、結構テイクアウトだとまあ比較的安いし、テイクアウトとまあチップね別に支払わなくてもいいみたいな感じだったりもしたので、その分だいぶ安く済みましたね。まあとはいえ1日3食ぐらい、まあもしくは3食以上食べてたね、まあハワイだったんでとにかくハワイのグルメを満喫したかったんで、まあそういったところも考えると結構お金がかかったかな。なんやかんやで多分食費とか全部もろもろ含めると8万4000円ぐらいかかりました。8万5000円ぐらいかかったね。1人当たり4万2、3000円ぐらいっていう感じでしたね。食べ物と、飛行機の移動と、あとはホテル代っていうのはやっぱ一番大きくかかってくるかな。で、それで移動費が細かくかかってくるって感じですね。で、残りはお土産代とかですね。友達にお土産で買ったりするものとか、まあ、あとは自分に対するお土産とか、家族同士でのお土産とかね、そういったのを買ったりとかして、まあ、お土産に関しても、1万ちょっと、1万6000円ぐらい、一人当たり。まあ、合計で3万3000円ぐらいかな。まあ、妻はもうちょっと買ってたとは思うんですけど、自分は1万5000円ぐらいかかりましたからね。まあ、お土産もやっぱ円安なんでね、結構比較的高くはなってますけれども、まあまあとはいえね、いろんなお土産高すぎるっていう感じはそんななく買えたかなと思います。はい、ということで今回ザクッとですね、まあハワイ総額どれぐらいかかったかっていうのを、ご紹介しました。まあ5泊7日で、まあハネムーンで、まあ贅沢したいところは贅沢して、節約するところは節約しようみたいな感じで、後悔とか不満なく普通に過ごし楽しく過ごして、その結果、夫婦2人で、合計62、3万円ぐらいかかったっていうところですね。1人当たり30万ぐらいで、当時の相場が1ドル140円なんで、円安の割には思ったよりは安く済んだかなって感じですね。1人当たり30万で済んだっていうのは結構個人的には良かったかなと思いますね。これが円高はもうちょっとねなってる1ドル100円ぐらいの時だったらね、もっともっと安かったんで、でアベノミクスのね前のね2012年あたりとかで1ドル70円ぐらいだったわけだから、その時にでもね、当時大学生だったけどお金貯めていっときゃよかったなとか思ったりもしましたけど、まあ、それぐらいかかりましたので、少しでもね旅の参考になれば幸いでございます。でまあ実際のその移動とか宿泊とか、どんなものを食べた、どんなとこ行ったとかっていうのは個別の動画で Vlog で4つぐらい載せてるんで、もしくはショート動画でまとめたりもしてるんで、ぜひそちらもご覧ください。しばらくアロハチャンネルになってるんですけど、これからね普通のチャンネル戻ってくると思うんで、まあ、そちらも楽しんでいただければと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。